グループ B の千葉は後半23分、矢沢のスルーパスに抜け出した深井がゴール。千葉はグループリーグ初勝利。その他の結果はご覧の通りです。ここまでリーグカップ2戦2勝、B グループ首位のモンテディオは初勝利を狙うジェフとの対戦です。前半は共に決め手を欠き0対0で迎えた後半12分、モンテディオの石川、21分には長谷川のミドルシュート。さらにモンテディオは石川のパスにフリーになった長谷川。決定的なチャンスを作りますが決められません。逆にジェフは23分、矢沢からのパスに抜け出したのは深井。試合はこれが決勝点となり1対0でジェフがリーグカップでは初勝利。決定力を欠いたモンテディオは初黒星です。